Hi everyone! So today we're going to talk about shamisen, which is a Japanese instrument. I've been learning it myself for half a year now. And right now we're standing in front of a shop that's actually making them. So first we're going to talk about the skin that is used to do for the drum, the bass of the shamisen. And we're also going to see how the sao, the long rod, is made. It's made of a very strong wood. So we're going to see how all of that is created today. So let's go and have a look. こんなぐらいにもしなやかに、ねはい、なってますね。これで裏取りという作業をいたします。接着面を良くするために、接着を良くするためにこう軽石をかけます。同じこと、これもそういう意味合いです。あ、見えますか？少しこう、少しくる、ね、はい。さっき言ったように、軽石である程度傷をつけて、それでそれをこの耐水ペーパーで取り除いて、はい、こういう状況ならばもう、しっかり取っておけば肉びけって言って、そういう剥離するようなことはないです。今度は木線というものを加えていきます。木線ですか？はい、木の線なんでね、いわゆる洗濯バサミのお化けっていうか、こういうものをね用います。力側って言います。これで食いちぎらないようにするんですね。これであと皮の平均化、皮の厚みっていうのが部分的に厚みが違ったりしますね、はい、それをまあ補正する意味もあります。これは何ですか？あ、これが針台と言います、はい、針台ですね。これに、まあ写真やなんかで見たことあると思いますけど、そこにもありますけども、これに取り付けてより引っ張っていくわけです。より大きくなっちゃいました。まあ大体こう平均化して、お店は代々やられてる。そうですね、私はまだ2代目ですけど。うん、よいしょ。からそうです。これで引っ張っていくんですね。昭和の時は結構みんな、日本の女性は習い事として、はい、結構稽古事として習ってたんですよね。そうですね、まあ、昭和30年代40年代ぐらいは、娘さんたちが、まあ、花嫁修行の一環ですね、いわゆる行儀作法、それにも、それから着物の着付け、はい、そういったようなものに至るまでが大体付随して習えるということで、花嫁修行の一環ですね。三味線もお琴もお茶お花と同じように、はい、だいぶね道具も使い込んでるんでね、だいぶ短くなったり、ここで締めるんですね。まだまだです。まだまだ締める。はい。
ですからうんと加えるさっき言った意味がわかりますよね。まあ、シャミさんも糸だけじゃなくて太鼓の音もありますよね。はい、はい、あの太鼓のこの革の響き、これが三味線の音の8割方占めてます、はい、それ以外ね糸のあれとか全部あと糸駒、はい、それによってあと残りの2割を、はい、まあ、音が支配すると思っててください。もちろん竿の胴の響きっていうかっていうのはこの革で決まってくるんで、はい、これでもじりというね麻雀の展望のようなもので締めていくんですね。よいしょ。やっぱりこの革の修理をできるこういう楽器屋さんも減ってきてるんですか？そうですね、あまり増えてはいないですね。増えることはないでしょうけど減る一方とか感じますね。はい、あの、まあ、指なら、まあ、結構同じですが、似てるけど、手の、あの、バイオリンなら、まあ、こういうことですが、三味線はもっとまっすぐ、はい、うん、だからいつも私あの悪い癖がありますが、はい、もっと軽いシェイプとか、そしてあの右手ならあの、はい、バイオリンはいつもたくさん動きますが、あの三味線はこれだけ手だけ、手首をね、90度に曲げて、はい、そう、うん、腕は全然動かない、本当に内輪は仰ぐみたいな、そうそうそう、内輪は同じ、うん、バイオリンは全部、うん、からまあちょっと似てますが、うん、まあ、結構違い、うん、はい、まあ裏ですからね、このぐらいで、これ乾くともっとパンとするんですけどね。これで保管する、うん、これで大体、まあ今の天気だともう1日ですね、明日のそうで今頃外す感じですか。こっちから通して輪を作って、この輪をここにかぶせます。で穴に通します。だいたい基本的に最後がちょうどその位置に来るようにだいたい巻き込んでいきます。駒の方にもこう道がついてまして、そちら見てわかるかな、こういうふうに太い糸が、太い方は太く、細い方は細く溝がついてますので、太い方は太い方へ、でだいたい指2本ぐらいのところに駒を置きます。で、まあ、これが今本調子という調子になってます。ここに、うん、ここに、うん、ここに歌が乗っかってないわけね。で、はい、ここに触れる音と、ここにじゃわずかにこれより下がってるわけなんで、はい、これは上がってるからここ当たらないんですね。当たらない。うん。ここにはわずかに触れるわけ。はい。そこでここに微濁音が発生するわけ。それはうーんといううなりになって、それが例えば2の糸や3の糸にも波及してくるわけ。
ない状態ですね。私は立つとり波に生きてちやさえやさのどこいしょはどこいしょどこいしょどこいしょという感じでございますね。